完全に入り口のドアを破り、軽自動車が中に入っています。自動ドアのガラスを突き破り、店の中に突っ込んだ車。おととい午後3時ごろ、札幌市北区のスーパーで突然事故は起きました。急いで外に出て、その車のとこまで行って車を起こして、おばあちゃん引っ張り出したっていう感じでした。この事故で入り口にいた田中民子さん85歳が車の下敷きになり死亡、90歳の夫も怪我をしました。車を運転していたのは80歳の女性。田中さん夫婦の知人で、買い物の送り迎えをしていたといいます。なぜ突然車が暴走したのでしょうか。アクセルとブレーキを踏み間違えた。買い物が終わるのを駐車場で待っていた女性、夫婦を乗せようとして出入り口の前まで車で近づいたところ、何らかの原因でアクセルを踏んで車が急加速したとみられています。道内では今年交通事故で去年より3人多い62人が死亡しています。一方、6年前の今日、小樽では3人が亡くなる飲酒ひき逃げ事件が起きました。小樽ドリームビーチで海水浴をしていた女性4人が帰り道で飲酒運転の車にひき逃げされ、3人が死亡、1人が大怪我をしたのです。いや、もうそんなに経ったんだねっていう感じだった。忘れないよね、あれは結構悲惨な事故だったから、事件を受けて道は今日7月13日を飲酒運転根絶の日としています。道警は現場近くの海の家を回り、ポスターやチラシを渡して根絶を呼びかけました。やっぱりお客さん自身の意識の問題だとは思うんですけども、こちらからも積極的に声かけをして、飲んでる方には大根使ってもらったり、ちゃんとハンドルキーパー作ってもらったり、そういう声かけはしてます。飲酒運転がまだまだ多発している状況を見ますと、道半ばなのかなというふうに感じております。飲酒運転は絶対しない、周りの人は絶対させないんだという気持ちを持っていただくことが、飲酒運転根絶につながるのかなというふうに考えております。